皆さん、こんにちは。予備試験担当直前対策、始めていきます。今回はですね、行政法、刑事訴訟法、民法に関してです。これは平成30年の予備試験の問題をベースにですね、今年2020年ですけど、狙われそうな分野や直前で確認してほしいところを総復習するという講座になっております。それでは画面共有いたします。で、特にレジュメをお配りしませんので、例えばね、メモを取ったり、画面をね、スクリーンショットで撮ったりしてください。で、まずここね、予備試験行政法、平成30年第13問、こちらご覧ください。予備試験の問題はね、各自手元に置いていってくださいね。で、この第13問、長い判例問題なんですが、ちょっと見ていきましょう。画面の共有はしませんが、各自見てくださいね。以下の A から C は、行政上の法律関係における新規則の法理の適用に関する文章。で、丸×選べという問題です。A ご覧ください。納税者が所得税について、青色申告の承認を受けることなく、青色申告書による確定申告をしたところ、税務署長が青色申告の承認があるかどうかの確認を怠り、申告書を受理し、さらに翌年分以降の所得税についても青色申告用紙を送付し、青色申告書による確定申告を受理するなどしてきた事案。で、括弧内の記述が正しいか正しくないかということですね。A の括弧、あの記述、もう少し先に言った記述を見ると、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係において、新規則の法理の適用が認められるかどうかの判断にあたっては、納税者が税務官庁の表示した公的見解を信頼して行動した後に、その表示に反する課税処分が行われたため、経済的不利益を受けることになったかどうか、またその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて、納税者に記責事由がないかどうかという点の考慮が不可欠であると判断したものである。これ正しい選択肢ですね。丸ということになります。このように重要判例の範疇を問う問題が行政法定番ですし、これね、直前でもまだまだ対策できるはずです。いいですか？重要判例、各自の判例集とかテキストで見直しておいてください。A も、ね、判例もよく出ますし、B もよく出る。B、地方公共団体が一定内容の継続的な施策を決定し、特定のものに対し、同施策に適合する特定内容の活動を促す個別的具体的な勧告ないし勧誘をし、当該特定のものも相当長期にわたる同施策の継続を前提にして初めて投入した資金や労力に相応する効果を生じうるような性質の特定、内容の活動を行ったが、その後の施策の変更により、当該特定のものに看過し得ない程度の積極的損害が発生した事案。で、かっこいいの、かっこないです。上記事情のもとにおいて、上記損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく、施策を変更することは、それがやむを得ない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして有効性を帯びると判断。これも正しいですね。で、C、ちょっと苦手な人多いかもしれないけど、C、国賠の方でよく出る判例です。原子爆弾、被爆者に対する援護に関する法律に基づき、被爆者に対して支給される健康管理手当の受給権ですけど、国賠の箇所に載ってないテキストもありますね。法令上の根拠がないのに、被爆者が国外に居住地を移した場合に、執権の取り扱いとなるものと定めた違法な通達に基づき、地方公共団体が支給を打ち切った事案。括弧の括弧内は、上記通達に基づき、違法な事務処理をしていた地方公共団体が、未支給の健康管理手当の支払い義務を免れるために消滅事項を主張することは、特段の事情のない限り、審議則に反し許されないと判断。これも丸ですよね。丸丸丸ということになります。そして共有しているパワーポイントのスライドを見ていただきたいんですけど、判例の知識はしっかりと。これが第13問のテーマで、14問、16問、20問、21問、23問までは、純粋に判例の知識を聞く問題になってます。で、このあたりよく出る判例なので、予備試験の直前で何言ったらやったらいいかわからないか、いいですか？14問、16問、20問、21問、23問の判例って読んだらどの判例かわかるはずなんですよ。なので、それ解いてみて、丸×確認して、間違った判例を
読み込んでおいてください。それだけで全然違いますよ。直前でもね、やることまだまだありますので、頑張っていきましょう。じゃあ次。第15問。で、ここのテーマは、条文がある行政放送論の法律の知識は大切というお話です。例えば、行政手続法、行政代執行法、国家賠償法、行政機関の保有する情報公開法、あとね、行政事件訴訟法の条文。特に、各種の広告訴訟の訴訟要件ね、義務付けとか差し止めとか、あのあたりめちゃくちゃ出るので、条文もしっかり確認しておいてください。じゃあ第15問の問題ご覧ください。ちょっとこれで条文を合わせて確認しておきましょう。選択肢見ましょう。あからです。行政手続法の不利益処分に関する規定は、職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分にも適用される。これ条文見たら適用除外ってわかるんですけど、これね、条文知らなくてもこういった頭の働かせ方してください。何か。これね、情報の収集を直接の目的とされる処分っていうのは、個別行政法に手続き規定が普通ありますよね。そうするともう行政手続き法を適用除外にして、個別行政法に任せた方がいい。そういった発想で誤っている。2番だと選んでいただきたいんです。で、これ実際に条文にもですね、3条の1項の14号にあります。ちょっと見ておきましょうか。行政手続き法、3条1項14号です。報告または物件の提出を命ずる処分、その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的とさしてされる処分及び行政指導。これ適用除外ですね。じゃあ次、2の選択肢です。2の選択肢は、行政手続法は、行政庁が不利益処分に関する基準、処分基準を定めた場合には、これを公にすることを求めているが、この義務は努力義務にとどまる。で、このね、審査基準、処分基準からの条文、めちゃくちゃ大事ですよ。審査基準は5条なんで、後で見ておいてください。今日は処分基準見ましょう。12条。12条1項。行政庁は、処分基準を定め、かつこれを公にしておくよう、努めなければならない。努力義務ですよね。処分基準を定めたときになぜ公表が努力義務か。それは処分基準を公表してしまうと、こうね、法のギリギリを責める人がいるからですね。努力義務にとどまっています。なので、A は丸。1番ですね。うは×です。行政手続法の定めによれば、行政庁が聴聞手続きを取ることができるのは、許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られる。これ違いますよ。あと、行政庁がね、これは聴聞が必要だと認めたときにも取ることができるので、うは×、2番ということになります。13条非常に重要なので見ておきましょう。行手の13条1項。行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この書の定めるところにより、当該不利益処分の名当て人となるべきものについて、当該各項に定める意見陳述のための手続きを取らなければならない。1号。次のいずれかに該当するときは、聴聞です。2。許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。6。意に規定するもののほか、名当て人の資格または地位を直接に剥奪する不利益処分をしようとするとき。は。名当て人が法人である場合における、その役員の解任を命ずる不利益処分。名当て人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分。また、名当て人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。で、2、これですね。いからは、失礼しました。いからはまでに掲げる場合以外の場合であって、行政庁が相当と認めるとき。行政庁が相当と認めるときにも、聴聞を取ることができます。で、え。行政手続法の定めによれば、不利益処分をする際に、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、処分と同時にその理由を提示する必要はない。まあ、これ、常識的に考えて提示する必要はなさそうですよね。だから、丸と判断してください。実際に14条1個です。行政庁は不利益処分をする場合には、その名当て人に対し、同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限り。14条1項、正し書きです。で、行政法ね、最後、
19問見ておきたいと思います。これ情報公開なんですけど苦手な人多いと思うので、ここに出てくるものぐらいは知っておいてください。で、あです。開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、また取得した文書等が及び電子的記録であって、当該行政機関の職員が組織的または個人的に用いるものとして保有されているもの。で、これね、引っかかっちゃいそうなんですが、罰なんですよ。なぜかというと、まあ、スライドにも記させていただいている通り、情報公開ってね、例外を除き全て公開するって建前なので、行政処分書、行政文書の積極的な定義をしていないんですね。なので、これ罰になります。行政文書の、要するに開示対象の行政文書の積極的な定義はしていない。適用除外だけ決めてるだけです。で、これね、行政機関の保有する情報の公開に関する法律という法律を見てください。これの5条ですね。行政機関の長は、探しましたか？探せましたか？行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条。行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に関わる行政文書のに次の各号に掲げる情報、以下不開示情報というのをいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し当該行政文書を開示しなければならない。例外除きすべて公開するから、アバパツ。次、異の選択肢です。開示請求は、行政文書の名称、その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を明らかにしても、口頭により行うことは認められない。これ、丸です。文書で行うことになっています。4条1項を見てください。前条の規定による開示の請求以下、開示請求というは、次に掲げる事項を記載した書面、以下開示請求書というを行政機関の長に提出しなければならない。従って、丸ということになります。最後、無の選択肢ですね。開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。これ、全く正しい選択肢。グローマー拒否なんか言ったりしますね。8章をご覧ください。開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。従って丸ということになります。今回ね、行政法について、まあ、3問ほどですけど取り扱いました。で、これからね、本当に短い時間ですけど、重要判例の確認と条文の確認、これやってもらえるだけで違いますので、ぜひ頑張ってください。で、ちょっと動画の都合上ね、ケースとか他の科目は別取りになっております。それでは行政法、これにて終了します。お疲れ様でした。